毎度バカバカしい話を一席、よろしくチャンネルです。今回はですね、落語界を変えてくれるこの方でございます。桂宮治でございます。よろしくお願いします。もうとにかくもう笑点の新メンバーに選ばれまして、はい、いや絶対にもうおすすめでございますよ。ありがとうございます。もうね、決まった発表になったら何でも言いたい放題です。すいません、ぴっかりじゃなくて、すいません、ぴっかりぴっかりお姉さんじゃなくて、すいません。永遠に忘れません、これはもう。でも俺、宮治の名前も出してたよ。まあ、出してましたけど、うん、なんとなく違うなっていう雰囲気もにじみ出てましたし、尺も短かったし、なんかもうとりあえず一個名前は入れときましょうみたいな、そういう感じでした。もう他の人の時のあの熱の入れよう。完全にもうあの、宮治あの、マークなしの、競馬の予想でいうもうマークなしでしたもう。こんなに攻められるとは思いませんでした。いや、冗談です、冗談です。今日はですね、新メンバーに選ばれる前の話をちょっと伺いたいんですけど、はい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 、いいですか。もちろんもちろん。突撃、いつ頃お伺いしたの。これはどの、新聞雑誌のインタビューとかにもまだ答えてなくて、うん、日テレさんにちょっと許可をもらってないので、うん、なんかはっきり言っていいかどうかまだ分かんないんであれなんですけど、うん、短パン T シャツで僕が歩いていた頃ですね。ってことは夏だ。いや、そんなことないです。僕、12月でも歩きます、短パン T シャツで。そんなことはないか。でも、まあ、なんとなくそんなような感じじゃないですか。じゃあさ、あの、ヨネスケチャンネルに出てくれたとき。めちゃくちゃ暑いときですよね。うん、暑いときです。末広手の前からやったりして。やって、うん、しかも、あの、会議室、貸し会議室みたいなところでやって、あの、エアコンがすごくうるさいから、うん、あの、収録中全部エアコン止めて、汗だくになりながら撮ったときですよね。申し訳ございません。今日の環境が違いすぎますよ。笑点メンバーになった途端めちゃくちゃ広い和室で、うなぎ屋です。すごいですね。しかもなんかうなぎ食べるかお土産にしますかって言われたんですけど、あの時はあの缶コーヒー1個ぐらいしかもらってないよね。笑点メンバーになると全然ヨネスケチャンネルの扱いが違うんですよ皆さん。あのそれあんまり言わないで、それと他のやつも俺もねえじゃねえか。あ、そうですね、冗談冗談です、冗談です。あの時は決まってなかったです。でも本当にまああれからまあちょいちょいするぐらいで、まあ、よそのよく聞いてか、はい、なるほど。もうあのの夏、うん、なもうあれのちょっと後、うん、数十日後ぐらいにプロデューサーさんから、うん、日本テレビちょっとこの日のこれぐらいの時間の間どっかちょっと来られないって言われて、あ、電話じゃねえんだ、メールで来て、うん、ああはい、あ、この、のこの時間だったらいけます、うん、じゃあちょっと来てよって言われて、僕その数日前に何かのラジオに出てて、うん、なんか、笑点のこととか、笑点メンバーのこととかを、ちょっと冗談でこういじったりしてたんですよ。はいはいはい。だからそういうの皆さんやるじゃないですか。うんうん、で、若手大喜利メンバーとしてちょっといじったりして、ちょっと激しくいじりすぎたとこあったかなって、ちょっと思ってたんですよ。うんうん、あれ？あの放送聞いてやがったなって思って。これあれだ。大人の説教食らうんだなって思って。ダメじゃねえかよ、あんな風に言ってとか、言われるのかなと思ったんだ。そうです。で実際行ったら、今まで行ったことない奥の方のなんか会議室連れてかれて、ガチャッと開けたら制作会社さんの方のさらにトップのプロデューサーさん、その方ともう3人なんですよ、うん、あ、いよいよ大人ってこうやって真剣に人を怒るんだと思って。でもなんか本題切り出さずに、うん、アイスコーヒー2個とアイスティーが1個あって、うん、宮治選べよって言うんですよ、偉い方々の、うん、いやいやそんな選べませんよ、もう いいから選べよって、もう怖いから、じゃあもうこれですみたいな、はいっつってで雑談を30分ぐらいするんですよ。うんうんうん、でも何なんこれと思って、うん、全然楽しくないですよ。そんな偉い人と比べたわ。そうです、しかもね、まともにそんな喋ることって偉いような方々と3人で会議室で、でも30分ぐらい経って、もういよいよすいません、あのもう怒られんなら怒られるんでいいんで、なんで呼ばれたのか言ってもらっていいですかねって。仲間もう緊張しすぎて逆切れみたいな感じになって。ああ、そうかそうか、まあまあ、じゃあ、って言って、日本テレビの方のプロデューサーさんが、じゃあ、ナイナイさんから、いやいや、ナイナイから言えよ。いや、ナイナイさんから、いや、ナイナイから言ったらよ、じゃあ、ナイナイさんから、おダチョウクラブか、お前らって。いや、言えないっすよ、怖くて。言えないけど、これなんかね、ダチョウクラブかって思いながら、聞いてて、そしたらもう、じゃあ、お前から、何々から言えば、じゃあ僕からって、日本テレビさんの方のプロデューサー、現場のプロデューサーさんの方から、ちょ、宮治に、笑点の、うん、レギュラーになってもらおうと思ってんだけど、どうかなって言われて。なんだこのドッキリと思って。うんうん、それでもまだドッキリだと思って。もう、まあ、BS 笑点特大号の悪ノリが始まったと思ってます、僕は。だよな。だからこれドッキリですよねって。
でそうじゃないって言ってもらえれば嬉しいから、もうとりあえず言ったんです、うん、ドッキリですよねって言ったら、あの制作会社のミスター商店のプロデューサーさんがドッキリだよって言って、うん、ドッキリかよ CCC 探してさ、嘘嘘そうじゃないけど本当にそう考えてんだけどどうって言われて、でも本当だったら多分やったーとかマジですか僕ですかとかなるじゃないですか。全然そんなんじゃないですもん。はい、あ、僕ですか、はい、うん、いや、あの、いや嬉しいんですけど、いいんですか、はい、みたいな感じでリアクション薄いなこいつみたいな感じだと思いますけど、いや、もうそんな感情が入り混じっちゃってもうなんかよく分かってないですね、あの時も。っていう、あ、そうそうですね、まあ、なかなかあれでいきなり言われても心の中にはうん、全然本当なのかなとか、もうどうやってあんな中に入っていけんだろうって、いや、なりたかった時代に決まった途端にやっぱもうちょっとできない、怖い、プレッシャー恐怖っていう、あ、でその時に、はい、じゃあ降板するのは三平さんってのは知ってたの？あの、だからもう率直に、え、どうしたんですか、え、誰かいなくなるんですよねって、もう今隠してるだけで誰か死んでんですかみたいな、そんな冗談ですけど、え、でもどなたかがじゃあ、まあご年齢もあって黙るでしょみたいなご勇退されたりする方がいらっしゃるんですかって言った時に、いや、そうじゃなくて、ちょっと三平師匠がまあいろいろこれこれこういう三平師匠のご事情もあって、まあ、ちょっとこういうふうになるんだよっていう、まあ、ちょっとおまかな話を聞いて、あ、そうなんですかって、じゃあ次は宮地にその入ってもらいたいんだけどって。でもその時本当に多分知ってらっしゃる方が日本テレビのもう社長とか局長とか、あと商店のトップクラスのプロデューサーさんたちだけしか知らないぐらいの感じだと思うんですよ、なんかちょっと雰囲気では。もうかなりの本当上層部しか知らない話で、年明けぐらいからの発表になってこうやっていこうと思うんだけど、ついてはこう年間のスケジュールがあって、土曜日の各週ぐらいで地方公演も地方の収録もあって、これスケジュール全部取れるって言われて、で宮地忙しいのはこっちも分かってるね、楽をね、こういうかでこう忙しいって頑張ってる宮地がやっぱ 僕たちもなってもらいたいし、だからこれちょっと難しいと思うんだけどってもうすぐに手帳見てパッて見たら、当たり前ですけど1年以上先まで土曜日って入ってるんですけど、これ全部飛ばすんですかって言ったら、うんって言われて、ええよっつって、だよね、いや、それじゃあ今度は逆に向こうの興行者なんかには何て言う、いけないって言われたでしょ。そうなんです、言って『そう笑点』メンバー決まったっていう断り方は絶対ダメ、うん、もうとにかく分かりました。でももしそうやって断っていく過程で、もし宮地だって噂が流れたら、うん、この話はなかったことに、うん、っつって、すごいねそれは。いや、それが本気なのか冗談なのか分かんないですけど、目がね笑ってなかったです、あの人たちの。でどうやって断った。いや、もう本当に、うん、電話して、あ、宮地君っつって、うん、あ、すいません、あの今度の何月何日のお仕事、あ、すいません、今あのチラシ吸って、チラシ吸っちゃったと、いや、すいません、これこれこれでダブルブッキングをしてしまって、私のスケジュールミスなんですけどって、もうそうじゃないと無理だね、ダブルブッキングね、だってもう体調不良も言えないですし、うん、そんな嘘つけないし、もうダブルブッキングって謝るしかないので、うん、ね、同じ日に2個入れちゃった、すいません、私の本当にスケジュール管理ミスで申し訳ございませんって、うん、どことあのバッティングしちゃったら、いや、あのどことかじゃなくてそうか、そうやってくんだ。もうでもだから本当に心苦しかったですね、すいません。だから本当電話持って向こうには見えないのに、畳に頭こすりつけながら土下座しながらやりますよね、あれ。そうやると向こうにも伝わるからね、っていうかもう精神が精神上そうなっちゃうんですよね、うん、本当にご迷惑かけることしてるので、うん、でも言えないし、もう本当に、しかもそうだよな、チラシまで吸ってたら、いや、もうそんな現場いっぱいありました。あるで、詫び書書いたり、遠い遠方の人には、もう本当に、いや、本当あの時めちゃくちゃ辛かったです。レギュラー決まるまで気苦労あったんだね。いや、もう本当辛かったです。今でもだからもう胃が痛いのはずっと続いてます。でももう元日明けて、年明けても皆さんにこうお会いしたり電話したりして、もういろいろ、でもなんか何件かのクライアントさんは、うん、三平師匠がそうなるっていうのが発表された時に、うん、あ、これだなって気がついたりスースーみたいな人は確信は持てないけど、うん、あれ宮地これがないのみたいな、でも皆さんそうやって出ました、よかった、おめでとうおめでとう、これから何回かうちでただ働きしてもらうよみたいな、そんな感じでどうしようもない、もう今回そのだってね、まあ興行者にしても
笑点でまたわーって出てきたら今度呼ぶときにやっぱりすごいお客さん集まるからね。まあまだあれですけど、まあこう、いやいや、もうこれだけ、逆にこれだけもういろんなとこに、もうちょはっきり言いますけど、今日僕浅草演芸ホールの二の席の第一部の頭出てきたんですよ、うん、前座二つ目真打の、うん、ほんと頭、うん、で二の席早く10時半開演とかで、朝のいつもは11時半一番大分なのに10時半ですよ、桂明治出てますよ、もう登場したら客4人しかいなかったですよ突撃。なんか三平さんと仕事で一緒になったんだって。あ、そうです。そしたらもう抱きついてプロ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 涙を流したって。誰が言ってんすかそれ。いや、そう、あのナイツのラジオで言ってましたよ、ね、うん、いや、うん、三平さんが、いや、僕もそのラジオは、うん、あのタイムフリーで聞きましたけど、うんうん、三平氏何言ってんのかなって。そんなこと言って絶対言って違うんですよ、もうこれもう多分真実だから言っていいと思うんですけど、うん、だから12月のその三平師匠がもうお辞めになりますっていうテレビで発表があった後に、うん、福島で林家三平落語会があって、出演者が三平師匠、桂宮治、春風亭昇太、林家木久扇、地獄じゃねえかっていうメンバーがでそこに、ナイツ兄さんが色物で入るって、もうやめてくれよっつって。でもいい顔だね。いや、もう顔付けとしては、うん、で楽屋も、木久扇師匠個室、昇太師匠個室、ナイツ兄さん個室、三平師匠と僕が大部屋で二人きりって、もう地獄じゃねえっつって。でこの落語会も本来は去年の3月から5月かどっかの間の予定だったんですよ、いつだか忘れちゃったんですけど、それがコロナで開催できなくて延期になったのがその日だったんですよ。もうどんな神様の巡り合わせだと思って、すごいね。で僕は楽屋、いや一緒に新幹線で来たんで、あのラジオ聞いてると、僕が楽屋に入ったら宮治君が突然号泣して、何を言ってんすか、東京駅で僕はあなたと会ってますって、そう思ったんですけど、まずここです。同じ新幹線乗ってやってきてますからね、僕たち同じ新幹線乗ってやってきてるのに、楽屋入った途端に僕が号泣したらおかしいでしょ。新幹線でご挨拶して、でいろいろ車も一緒で、で楽屋に入って、でなんかいろいろ支度も終わって、お弁当食べたりしてる時に、で三平師匠は僕のがメンバーになったのかどうかを知ってらっしゃるのかどうかは僕は知らないです。オフィシャルではお伝えしてないって噂は聞いてるんですけど、でもどなたかからこう噂が入ってるかもしれない。だからもう、お互いなんですか、もうなんかあれですよ、人狼やってるみたいなもんですよ、なんか。誰が犯人だみたいな、わかんない。なるほど。だからそうやって探ってる時に、で翔太師匠と木久扇師匠もリモートを取っちゃってるんで、1月1日発表のやつ、だからもうそれはもうあれですから、もうこう目くばせで、もうすいませんすいませんってやって、でそこにナイツの花輪兄さんが来て、もう邪魔だなこの人と思って、でナイツ花輪兄さんラジオで宮治君挨拶もせずに、目も合わせずに逃げて、先輩なんだから挨拶しねえわけねえだろ、俺も挨拶したじゃないですか、花輪さんも。いい加減なさ、あの人たちも面白きゃいいみたいなこと言うから。そう、あのね、芸人は面白きゃいいのよ。だけどそれだって三平さんだってそれもう泣いたって方が面白いって言ってたと。いや確かに、だ三平師匠もこうもうだ実はだから多分僕怒られないと思うんですけど、だから楽屋、広い楽屋の端と端にね、うん、鏡前両方取ってちょっとした距離があるんですけど、そこで宮治君ね、うん、まあ、大丈夫だよ宮治君なら、あ、はい、あ、いやでも本当に落語家として今は、いや、まあね、いろいろあったけど、でも宮治君はキャラクターを前面に押し出して一生懸命やれば宮治君なら大丈夫だよ、この人はどこまで喋るんだろうなみたいな、もうなんか振ってくるんですよ、うん、とこっちもそれに返してるうちに、なんかわかんないけど、もう感情がね、でちょっとなんかちょっとうるうるしたのは、いや本当になんかだから言っちゃいけないし、でもどこまで知って、でもなんだろう、もうでもなんか僕後にあるし言えないし、なんか本当すいません、いや僕はい、なんか一緒って言ってたら、僕も結構涙もろいんでちょっとうるうるしちゃって、いや宮治君なんで泣いてんだよ、いやいやそうじゃなくて師匠すいません頑張りますみたいな感じにはなりましたよ、うん、それも師匠ね、楽屋入った瞬間に宮治君が号泣してくるから、なんで泣いてんのかなと思って東京駅で会ってましたこれが真実です。お互いに言葉を勘ぐってしまうような時期だったので、本当にだからもうあの時期っていうのはもう精神的にも辛かったですね、言うに言えないし、もう本当に辛かったですね。だから本当うちの師匠にももちろん言えなかったです。あ、そうか、はい、新次さんにも言えなかったのか。そうです、そうか、うん、で年末その深井の密着も入ってて、で浅草演芸売りで指定
インタビュー対談みたいなのも撮ってたんですけど、三平師匠がもうお辞めになる発表があった後で日本テレビさんの番組の密着ですって言ったらもうバレバレじゃないですか、だから僕何にも考えずに何っていろんな人に聞かれたんですよ、カメラがあって、あ、品川ケーブルテレビ あのようこそ品川のスタッフさんですってよく出たね、いやもう適当にさすがセールスマンだね、本当にそう、もうなんか頑張れ品川とか、どすこい品川のとかも適当なこと言ってて昔僕はいろいろあって、なんかちょっと、事務局長にこれこういうことがあってさ、宮地でも俺たち、なんかちょっと変な怪文書みたいなのが流れた時なんですよ、全然二つ目の時か、で俺が全部回収しといて、もう何もないことにしてやるから、お前別にそんなやつないし大丈夫だから普通にあのもうこのままやってなかったことにするから、なんか変なやつが変な手紙を送ったりしてんだよ、足引っ張ろうとしてんだろうお前のって、俺はそんな気にしない、全部潰してやるから、で師匠にだけは言っていいけど、でも絶対言うなって言っといてくれよって言われて、分かりましたっつって、うちの師匠にこれこういうことがあってこんなこと事務局長がもみ消してくれて、あのなんか変な怪文書を流れて足引っ張ろうとしてる人がなんかいたみたいなことがあったらしいんですけど、誰も言わないでください、なんだよ、これからもよろしくお願いします、お分かった宮治だっつって、で翌々日ぐらい楽屋行ったら他の師匠がだから、宮治大変だったなそんなことあってっつってうちの師匠全部喋ったんですよそんな人に笑点メンバーになりましたなんて言えるわけないですすぐ言うわうちの師匠で正式にその笑点メンバーになったっていうのを発表になった後の師匠は何て言ったの、新司さん。ああいや僕はでもその前に、その元日挨拶、ご挨拶行くじゃないですか、子供連れて元日挨拶に行って、であのおせちとか食べたりとかして、でその時も密着ついてて、まだやっと、どすこい品川の人たちなんですけど、ね、どこい品川ね、もうようこそとかなってますけど、で一回スタッフも全部出して、うちの家族も全部一回外に出して帰る時に、おかみさんと師匠だけ別室にちょっと来てもらって、他の弟子もいたんで来てもらって、でもう放送まであと数時間 でうちの師匠元日に寄席行かないっても分かってたんで、家から出ないで SNS も使えない、ってことはもう安全なんです、うちのおかみさんに釘刺せば絶対うちの師匠羽交い締めにしてくれるからあと数時間後にあの書店が流れまして、とその後に、書店メンバーですと発表があります、書店メンバーになりましたっていう報告をそこでさせていただいて、そしたら、おーそっか、おめでとうおめでとうっつって、あ、ちょっと携帯電話ダメ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 それは冗談ですけど、でも本当にそれで、じゃ絶対あの5時までは言わないでください、これからもよろしくお願いしますって言って家帰ったんですけど、はー苦労したね本当に、いや本当去年半年間じゃなくてつらかった。突撃簡単に、はいはい、出てその心境はどうだった。そうですね、だからもうやっとこれで大っぴらにできるんだというのと、いや本当に誰にも言わなかったら、まあ妻にはちょっと日本テレビさんの別番組の密着がついてたので、そこだけは言っていいよという許可をいただいていたので、妻だけには言ってたんですけど、そうだよね、奥さんに言わなかったら離婚だよな、夫婦喧嘩起きるやつだ、なんで家の中にカメラがいんのよみたいな知らないおじさんに3人来てこのコロナそうだね、で出た後、はい、いや子供さんたちはどんな話を、いや実際なんですけど、その密着で、ね、その初めて子供たちもそのシーンを見るっていうのを撮ってたんですけど、まああのリアクションの薄いことやっぱ幼稚園の一番下の男の子なんか、まず分かるわけがないし、はい、パパがそんな、ね、国民的番組のレギュラーになったなんて、で、まあ、3年生と5年生の女の子たち、長女と次女も実家がなんかすごいことにはなってんだろうけど、だけど5人のただのパパだしみたいな、はい、だ結局それもうね 何日も経っちゃってますけど、で学校も始まったので今もう、ね、だから学校行ったりするとその周りの先生とかお友達からこう言われたり、そういうのであれなんかちょっと違うんじゃないのかなっていうのがやっと分かってきたかなっていうぐらいですかね、子供たち。でもさ、成金のメンバーさ、はい、こちらくとかさ、はい、あの知った時に何て言ってくれた。あ、宮ちゃん黙ってたんだっつってそれは黙ります。でもまあこっちは優しいから、うん、なんかその大成金っていうのを年末12月26日に11人全員集まって、興行をね、イノホールでやったんですけど、みんなねこうなんか冗談めかして言って、いや俺じゃないですよみたいな話をしてたんですけど、ちょっとこう軽くこうやってた時とかにもそんな話はしてなくて、でなんでかって言ったら、あとあと聞いたら、あそこでね、あんまりにもそうやって言ったら、ね、聞きたいのあるけど、嘘をつかなきゃいけないし、もし僕が決まってたら、はいはいはい、確信は持てないけど、だからもうあえて聞かなかったって、そんなにね、根掘り葉掘りっていう、まあ、こちら外さんなりの優しさね、男気なる人なんで、あんまりこう、そこには触れないようにしてたよっ
仲間に嘘つかせることになるからです、ね、人情話ですね、うん、いやいや白檀はズケズケ言う白檀僕ね白ちゃんにまだ会ってないんですよ。電話もかかってこない。電話全然かかってこないしあいつのラジオは聞きましたけど、うん、何だって言ってた。なんかめちゃくちゃ褒めてました俺、まあ、俺が聞くの分かってんだろうから、ね、あなるほどなるほどな。ハクちゃんちゃんと褒めてくれてありがとう。ハクちゃんそうでもハクちゃんがね最初僕賞取ったりとかしてわーってやってて、うん、でハクちゃんがね大きいホールでやった方がいいですかね兄さんとか相談を受けてた時期も 2つ目の初めの頃あって、うん、そしたらあいつがねロケットスタートでああ恥ずかしいみたいな感じになっててね、あの追いつけはしないけど、うん、でもまあねハクちゃんとみたいにねこうやってまあ一応このなんか世間の人が知ってもらえるような感じになったんでなんかちょっと同期としてね、最初の頃ライバルみたいにやっててね今全然差をつけられちゃったんで、うん、白ちゃんにね少しでもなんか追いつけるようになる感覚っていうのはちょっと嬉しいんで、白ちゃんとこうね喋れるようちょっと対等にじゃないけど、ね、こうだねって話せるようにちょっと なれたのはちょっと嬉しいかなっていうのはすごくありますけど、だから僕からしてみると芸術協会のしかも俺前からねあのこいつらいいなと思ってた成金がみんなどん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 出てきたから、はい、そうなんですよね。小八兄さんがね、うん、そのなんか僕の初めての講座見てて面白いと言ってくれてたとか言うと、逆に僕は小八兄さんが前座の時はあんまりこうみんなからは慕われてたけど、うん、すごいできる人だっていう感じじゃなかったんですよね、うん、なんかあんまり仕事もできんだけどあんまりそんな一生懸命やるタイプじゃないし、古典落語をねそのままペラペラ喋ってただけの人が2つ目になった途端に全部今まで前座時代突き上げた新作をしか書けなくなったら、客席ドッカンドッカンで、うん、こんなことやってたんだこの兄さんってもう衝撃受けて、うん、ですぐにもう1年目で NHK の決勝まで行ったり、うんうん、うわ俺もう必死にやんないともうこの兄さん一生勝てないと思ったりしながら、僕たちは本当にお互いを見ながら刺激し合って切磋琢磨してきたので、それで今度 NHK の次の年だっけコンクールで優勝したの。いやまあまあまあ、まあ、僕はたまたま運なんですけどね。いや運じゃねえよ、だからそういうふうにみんなが切磋琢磨してするところがあの成金のいいところ。いや本当に全員がもう仲間であり、うん、ライバルってちゃんと認識しながら、うん、負けるかと思いながら、うん、カウンケ入るまでが仕事ってね僕たちは絶対そうですから、うん、誰が最後笑顔でカウンケ入れるかっていうレースですから、うん、それはやっぱあの仲間がいたから今の自分があるので、成金のやっぱりグループが出てくるってのはすごい嬉しいね、まあ、影響が。いやでもそうやって師匠方が喜んでいただけるっていうのが僕たちも、うん、やっぱ嬉しいですね。なんかうちの協会が少しね下に見られすぎてた時期があったじゃないですか、うん、一時ね、うん、僕たちが前座やってる頃にね、うん、本当になんかいや芸協さんでしょっつって、そうそう上からね、はい、だからお客さんからも言われてましたから、落語協会がセ・リーグで落語芸術協会がパ・リーグっていうふうに言われてたんだけど、はい、今野球もパ・リーグとセ・リーグ逆転したよ、逆転しましたからね。だからこれはうちの方も今んとこというか今逆転してると俺たちは思ってるけどね、うん、いや私はそんなこと思っておりませんが、さすがですね。私はもう落語協会様にはもう足を向けられないような状況です。ただやっぱこう競争するっていうのはいいですよね、うん、やっぱ抜きつ抜かれつじゃないですけど、片方がダメすぎて片方がすごすぎると、政治もそうじゃないですか、やっぱうまく回らなくなってきて、うん、やっぱ拮抗してるというか、どっちか頑張ってこうなってくる方が見てるお客さんもね面白いはずなんで、まあ、お客にしてみれば落語協会だから芸術協会立川流だろうが円楽荘だろうが関係ないからね、まあまあそうなんですよね、面白っけいいだけの話だから、うん、その話だよ。そうです。だからでもそうやってなんかうちの協会がバカにされなくなったっていうのが、うん、それだけはいいよね。芸協でしょって本当ありましたよね。芸協でしょ、そうすっごい言われた。芸協でしょ、ああ芸協でしょ、 今言われないですもん。どう、あ芸協さんって なるんで皆さん、あの芸協ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。突撃。今年は良くなるよ。そうですかね、分かんないですけど。でもまあ、何言って、まあ、収録一生懸命頑張って、うん、商店のメンバーとして、お客さん、あの視聴者の方に楽しんでもらうのは、本当に一生懸命新日本ルールで頑張りますけど、うん、忙しくなったからって、その箱の稽古できなくなるとは嫌なので、もうとにかくそっちをもうメインに置いて、うん、僕はもう今日落語家なんで、うんうん、だからそっちをこう一生懸命やっていかなければもう絶対ダメなので、もうそれをとりあえず一生懸命やろうかなと。だよね、もう一回気を引き締めて。で『笑点』に出てる宮治っていうとお客さんの見方もまた違ってきますから、はい、なおさら俺は宮治の落語を受けると思うよ。これ以上冗談です今絶対受けると思ったらドン引きされたな今
そういうこと言う宮治じゃないから、今それ言ったのが、返しができなかった、ごめんね。いや、本当に僕もね、普段ないようなことで、変なノリにしてしまってすみませんでした。いやー、でも本当に、あの、宮治の、本当に落語も素晴らしいし、笑点の大喜利なんかもすごい起点の聞く人ですから、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと。本当に忙しいところを大変だったんだけど、また今年もよろしくお願いします。もう僕の夢はね、今年あと30回米助チャンネルに出ることですね。ありがとうございます。ただ夢なんで現実は叶わないと思いますから、やっぱ夢は夢のままの方がいいと思います。ありがとうございます。最高。